エルトン君の大冒険は、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フーのシリーズに第10話。2006年6月17日に BBC1 で、初めて放送された。ラッセル・ T ・デイビスが脚本とエグゼクティブプロデューサーを、ダンゼフが監督を務めた。本作の舞台は、ロンドンである。本作では、人間エルトン・ポープが、異星人のタイムトラベラードクターと彼の船。 サービスへの興味を共有する人々からなる集団に加入する。このグループは新たに加入したビクター・ケネディに乗っ取られ、彼の正体はドクターの肉体と知性を吸収しようと画策する異星人であった。制作スケジュールにクリスマススペシャルのクリスマスの侵略者が組み込まれたため、制作完了を間に合わせるためには、あるエピソードが別のストーリーとの二段式になる必要が生じた。 エルトン君の大冒険では、デイビスは異なる登場人物をストーリーテラーにすることで、デイビッド・テナントとビリー・パイパーのドクターと、ローズ・タイラー役としての出演を少なく抑えることを可能にした。ドクターあるいはコンパニオンの登場が少ない構造のエピソードは番組中で継続されることになった。 ケネディのエイリアン形態は、スイコロリンとしても知られ、これは、ドクター風のモンスターを作る、子供のコンテストでの優勝者によりデザインされた、ものであった。エルトン君の大冒険は、イギリスで666万人の視聴者を獲得し、批評家とファンの評価は分かれた。脚本の複雑さを称賛する声が上がった一方、パロディだったと感じたり、不快なユーモアに困惑したりする、ものもいた。 ピーター・ケイと彼の演じたスイコロリンも評価が分かれた。大半のドクター風のストーリーと違い、エルトン君の大冒険はターディスの上院の出番がわずかであり、さらに彼らの視点に基づいてもいなかった。これはクリスマススペシャルゆえに制作するエピソード数が13話から14話に増えことによる制作の必要性からであった。そのため本作の制作は闇の覚醒、 地獄への扉との二段式であり、テナントとパイパーは別の制作ユニットが、エルトン君の大冒険の携わっている間に、蒸気に話の撮影ができた。ドクターの登場が少ないエピソードには、瞬きするな、運命の左折、無情に流れる時間がある。そうして、エグゼクティブプロデューサー兼脚本家ラッセル、T ・デイビスは、ドクターとローズを除外するのに、 十分な理由を持ったストーリーを思いついた。デイビスは、ドラマ、バフィ、恋する十字架のエピソード、チェッポと、シンスタートレックのエピソード、若き勇者たちにインスパイアされており、いずれもレギュラーでない登場人物に焦点が当てられている。デイビスは本作について、実験的な脚本だ。あまりに多くの実験ができるから、悲鳴を上げて、 土曜夜の BBC1 から逃げ出すほどではない。人々はそれでも少しのモンスターと少しのスリルと少しのドクターを求めるからまだ普通のドクター風として放送される。だが、この番組にできるすべてを知っていると考えているなら、これはその考えを少し変えることになる。と表現した。本作の課題は I Love the Doctor であった。ドクター研究会を表す。 当時後のリンダは、イギリスの子供向け番組ホワイドン中、でリバプール調査 N 探偵事務所、リバプールインベスティゲーション N、デテクティブエージェンシーの意で依然使用されていた。ラッセル T ・デイビスはこのテレビシリーズに数年、携わっていた。デイビスによると、初期草案ではエルトンは、ドクター風の歴史の出来事をさらに多く目撃していた。この草案では3回目の誕生日パーティーが、 ダーレックの小立地進行で取りやめられ彼の母は、シャドウではなくプラスチックのラッパズ一線に殺され、テムズ側から上がってくるネスコの怪物を目撃するうちの一人でもあった。ドクター風のリバイバルに先駆け、デイビスは本作のストーリーをコミック版ストーリーとして、ドクトル風マガジンに売り込むことを考えていた。また、デイビスは、ストーリーの主点人物を女性にすることを考えて、 いたが、すでにシリーズで、女性ゲストキャラに十分焦点を当てていると感じた。デイビスはエルトンが奇妙な声のオタクではなく、一般的な男性であることを望んだ。エルトンの記憶が完全には信頼できない可能性があり、そのため本作の出来事が彼の記憶通りに起こったかは、議論の余地がある。本作が満たさなくてはならないもう一つの条件に、ブルー、ピーターのデザイン、 エドクトル風モンスターコンテストの優勝者のデザインを取り入れることがあった。優勝者は9歳のウィリアム・グランサムでデザインしたモンスターはスイコロリンであった。デイビスはこのモンスターについてスイコロリンは素晴らしい。これは人に触れると彼らを吸収して顔が実際に体に現れる恐ろしいよ。とコメントした。プロデューサーフィル。 コリンソンによると、グランサムはモンスターを2階建てバスの大きさと考えていたため、スイコロリンがレンダリングされた時に失望したが、制作チームは大きさのことを知らなかった。グランサム自身は失望したことを否定している。ピーター・ K は2005年6月に新シリーズが始まった後にデイビスに手紙を送っており、デイビスは9月にあるエピソードにゲスト出演のオファーを出すと返事をした。 K はもともとエルトン役のオファーを受けていたが、彼は UFO 監視人型がドラマコロネーションストリートでの彼のキャラクターにあまりにも似ていると感じ、さらに悪役の方を演じたいとも感じた。エピソードの冒頭でエルトンが退治した生物はホイクスとしてクレジットされた。デイビスはコメンタリーでエピソードの撮影後にクレジットのため名前が必要になったと語った。 監督団ゼフは、制作チームが捉えたいトーンについて、感動的なデザインチームと協力して、登場人物の周りの憂鬱な感覚や、空虚さを強調したかった。都会の空間はかつて生活を満たしたかもしれないが、今や破棄され、痛み、腐敗している。この中で、エルトンと彼の壊れやすい、友人グループはほぼ漂流しているように感じた。彼らは、邪悪なビクター・ケネディに惑わされ、 その脆弱さを増した。と発言した。本エピソードに登場する歌には、ミスター・ブルース・カイ、ドント・グリング・ミー・ダウン、ターン・トゥ・ストーンがあり、いずれも、エルトンの好みのバンド・エレクトリック、ライト・オーケストラによるものである。本作には、マネキン・ウォーズ、u f o ロンドンに墜落、クリスマスの侵略者の出来事の回想シーンがあった。再利用された映像もあったが、大部分は、 エルトンの視点から再上演された。ローズはスイコロリンの外見をスリジーンに似ていると言及し、スイコロリンはスリジーンの故郷であるラキシコリコファラパトリアスの兄弟性クロムの生まれであると主張した。ビクター・ケネディはローズに関するトーチウッドのファイルがバットウルフと呼ばれるコンピューターウイルスにより紛失していると言及し、これはシリーズ1と シリーズ2で繰り返されたフレーズを反映している。エルトン君の大冒険はイギリスで2006年6月17日に BBC1 で初めて放送された。イギリスでの当夜の視聴者数は622万人で番組視聴選挙率は38.3%を記録した。最終的な視聴者数は666万人でその週で15番目に視聴者の多い番組となった。 本作の評価指数は76を記録した。日本では2007年2月20日に NHKBS2 で2008年2月12日に NHK 教育で放送された。本作は闇の覚醒と地獄への扉と共に2006年8月7日に通常版 DVD で発売された。その後2006年11月20日には 完全版シリーズにボックスセットとしても発売された。日本では2007年5月23日に同じ組み合わせで特典映像ドクトルフーコンフィデンシャルと共に発売された。2011年3月27日にはララ TV で放送された。エルトン君の大冒険は評価が割れた。SFX のニックセッチフィールドは本作を5段階評価で4点落とし、 テレビ番組として、ドクター・フーが、いかに全く新しい語彙を最終的に与えるかを、綴った。彼は、これは、ラッセル・ T ・デイビスの、最もスマートで、最も面白い脚本かもしれない。確かに一番、温かく、とにかく一番人間的だと感じる。と書いた。セッチ・フィールドは、K のファンではなかったが、本作における彼のパフォーマンスに面白みを感じた。 イグンのアフサンハクは10段階評価で9.5をつけ、特に対話を称賛した。しかし、彼は、本作の悲しい側面が、純粋に心のこもったコメディのエピソードであるべき、ところで場違いに見えたと感じた。スラントマガジンのレビュアーであるロセル・ウディガーは、本作に肯定的で、インスピレーションを受けたマインドが、このようなシナリオを思い起こさせるとき、シリーズが、 この冬代わりで美しい何かをすることができない理由はないと発言した。ルーディガーはインターネット上の他のファンと会ったことにコメントし、ジャッキーのキャラクターを称賛した。2011年に SFX はエルトン君の大冒険を最高の SF モキュメンタリーの一つとし、ジャンルの一例として機能して、もう一度見ても悪くないと述べた。 この記事では本作への批判も掲載されており、K の演技、スリジーン風のモンスター・リンガのメンバーが批判された。スコッツマン氏のルイザ・ピアーソンは、筋金入りのファンは、コメディと K のパントパイムパフォーマンスを好まないだろうと、した一方、実際このエピソードは、悪ふざけに近いが、ドクターを休むことは、実際に非常に良い。世界を救うことが退屈であっても、とコメントした。 ナウプレイングのアーノルド・ティー・ブランバーグは本作の評価を D マイナスとした。彼は前半30分には肯定的で興味深い登場人物のいる心を動かす昭和と表現した。しかし、最後10分を聴衆の知性と感情に対する子供の攻撃と表現し笑えるモンスターとまさに間違った場面での不快なユーモアでエピソードを台無しにしたとした。 デジタルスパイのデック・ホーガンは、K の演技を批判し、スイコロリンを、素晴らしいアイデアであり、彼の独創力が、ゲストのコメディアンの性質に吸収されたのは残念だ、として言及した。シリーズのレビューで、ガーディアン神のスティーブン・ブルックは本エピソードを、嫌いだと断言し、ドクター風のファンのパロディと表現した。エルトンが彼自身とアーシュラが、エイビット・オブ。 エーラブライフと発言したシーンを批判するコメンテーターもおり、彼らは補装スラブとオーラルセックスをすることの結果としての暗示がドクターフーの大部分の家族の視聴者には不適切であると感じた。しかし一方で、この会話を子供たちが理解できない無害なジョークであるとみなし、先の意見を否定する見解もあった。すべてのドクターフーのストーリーを 好みの順に格付けする2009年のドクトル風、マガジンのマイティ200読者調査で、エルトン君の大冒険は153位にランクインした。ありがとうございます。